でも画素数ももう今あのピュアローっていう、うん、あのソフト、うん、使ってます？使った。あ、もう絶対使った方がいいです。ピュアロー、ピュアローっていう、うん、DXO っていうところから、うん、よくあの、はいはい、DXO が有名ですね、ベンチマークをあれしたりする、うん、そこから出してるソフトウェアで、うん、ローデータをこうクレンジングする、きれいにするっていう、うん、そういうソフトなんです。それ使ったらどういうことクレンジングするって、例えば、うん、デジタルカメラで、はい、RGBG のベア配列のセンサーじゃないですか、はいはい、それで、10m×10m の赤い壁があるとします、はいはいはい、それを撮影するときに何画素必要ですか？ 10m×1 画素、1画素ですよ。そう、だからそれをやってくれるソフトです。なるほど。だから1画素なんで、でもベア配列だから RGBG になってるじゃないですか、うん、そう、この赤の 10m×10m のところを取ると、うん、G と B と G が悪さするんですよ、うん、しますね、濁るんです、はいはい、で普通それをあのデモザイクで演算してくれてそれぞれやるんですけど、うんうん、その G と B を R にはしないんですよね。まあ、変換してみればいないんだ。いないです。かなり寄ってはいるんですけど、だから偽色が出るんです、はいはいはい、なんかちょっと 紫っていうか茶色っぽいやつになったりとか、はいはい、でもその DXO のそのソフトを使うと、うん、いやこれどう考えても赤でしょっていうんで GBG を赤に変えてくれるんです。だから一瞬ローデータが3倍ぐらいの大きさになっちゃうんです、はいはいはい、データ量が、はいはい、ただ画素数は変わらないんですけど。なるほど。だそれ使うともうこれで良くなっちゃったんです。アパズミクロンずっと使ってたのがいらなくなりました。おこれ言っていいのかな。はい。アパズミクロンって結局アポ、まあ、商材ですよね。アポクロマートのそのレンズで、そのフィルム自体は乳剤の厚みがあるじゃないですか。はいはい、でこの厚みの中にその赤から青っていうか。赤外線から紫外線のその幅までのこれが厚みの中でピントが、ピントは1点じゃなくてその色でこうずれる、赤色と青色までこう無段階にピントがこうずれてるんですよね、うん、ずれてこう幅としてピントが記録されるから、はい、まあ大体そのまあ真ん中ぐらいを取るんでしょうけどね、うんうん、今はだから基本的にはグリーンっていうか、うん、まああのフィルムでいうところの真ん中になるようなところとしてデジタルのセンサーは RGBG でやってて、 G を基本に基本的にピントが来るようにはレンズ作ってるんですけど、要するに赤のところをもっと短くして青を長くするっていうのがアポクロマートで、あの非球面使ったりいろんなことをやるわけじゃないですか。でもそのピュアローっていうのを使うとその周差を直してくれるんです。あのアポクロマートとか非球面っていうのはさっき言ったようにこの長く記録されるものをいろんな商材使ってもうめちゃくちゃなるだけ短くしようっていうのがそのまあレンズの商材のね値段になり値段になるんだけど、それをデジタル的にこれをそうですそうですできるんだ。ええ、できます。そうすると例えば画素数が関係なくなっちゃうんです。はいはいはい、そうですよね。だからさっき言ってたその真っ赤な 10m×10m を撮った時に、うん、例えばすごく極端な話ですよ、これ4000万画素あるんですけど、うん、1画素になっちゃうようなもんです。はいはいはい、なるほどね。それデジタルによってローデータすら変わってくるのか。ローデータの記録の段階が変わってきちゃいますね。へえ。いやこれいいこと聞いた。ちょっと試してみます。それは今ちょうど MQ を使おうと思ってたところだったので、うんうんうん、それはいいな、うん、この僕はこの色味自体もすごい好きなので、ちょっと色味っていうとこのここに MQ の 色が、なんだろう、クリアじゃないんですよ。何の色ですそれ。 JPEG ですか。まあ JPEG ですよね。そういう意味でもバッと見てるの JPEG なんで、うん、JPEG ですね。だからローで撮ったら色関係ないですからね。でも固有のなんか色ってないですか。ないですね。ない、あるわけがない。 あるわけがないっていうか、うん、いや実際すごく細かい話をするとあるのかもしれないですけど、うん、あってはならないですね、
要するに計測機械なんで、うん、要するにオムロンの温度計と別会社の温度計で温度を測った時に、うん、その会社によって温度が違っちゃまずいじゃないですか。でもこれってほらあのローデータの場合はそれでも味付けがあるような気がするんですけどね。それは、限りなくないと思いますね。ってかあっちゃいけないですね。じゃあなぜ例えば同じね、うん、そのレンズを使って他のカメラ同じね別の、機種のカメラを使うとローデータでもやっぱ色変わりますよね。いや変わんないです。変わんない。変わんないです。っていうかローデータっていうのは、うん、現像されてないデータなんで、はいはいはい、色の話をするのがナンセンスです。ということは現像で変換するときに色がついてるっていうことだから、その計算式がずれてるっていう、ずれてるっていうかそれぞれのそのメーカーの、そうです、要は味付けになってるってことですよね。だから昔のローデータよりもどん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 シャキシャキしてますもんね今。それはだからローデータを便宜的に見れるようにサムネイルを JPEG だったり TIFF だったりっていうので今出してるんですけど、そこのデフォルト値がどうなってるかによって違う。なんかどん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 こうコントラスト化してるような、ね、うん、今はあるのかもしれないですね。でもそれはローとは関係ないですね。まあ元々のものとは関係ない。関係ないです。どう引っ張り出すかっていう時に、じゃあそのピアローみたいなのが、うん、そうですね、面白いってことですね。ピアローでクレンジングっていうか、まあ、勝手に僕はクレンジングって言ってるんですけど、はい、うん、その要するに偽色をなくす、はいはいはい、っていうことをしてから、そうやってみたい。それはもう全然、M9 はあのサポートされてるんで大丈夫です。はい、あのサポートされてないカメラとかもあるんで、そうかそうかそうか、あとレンズもサポートされてないレンズもあるんで、あ、組み合わせをちゃんと計算の中入ってるわけですね。でもそれでやったらもう全然違いますね。へ、でも撮影のスタイル全く変わりました僕。あ、そう、感度関係ないですから。でも今感度オートになってます。え、どういうこと？感度関係ないですよ。感露出でどう決めるんですか？露出は明るさの話じゃないですから。入ってくる、まあ、じゃなくて深度がどのくらいか、うん、足彫りの、あとは記録時間ですから、はいはい、だから自分はこのものを250分の1の記録時間にしたい、うんうん、で深度はこのくらい、この距離で絞り4にしたいって言ったら4の250です。あとはオートにしといて、で感度が散れようが何しようが関係ないです。それでなんか明るかろうが暗かろうが関係ないです。暗かろうか関係ない、うん、それはその便宜的なもんなんで、うん、この感度は感度上げようが下げようが、はいはい、一応はブーストしてますけど。そうだ、そう言われてみれば単純にカメラ内でブーストしてるだけだから。そうです、ベース感度っていうのがあって、そこは動かない。動かないです。まあ2つぐらいある、まあ今はね、ダブルでこうなってるけど、 その間っていうのはただのブーストだから。そうです、関係ないです。関係ないのか。関係ないです。おー、すごいことに今教えてもらった。当たり前だけど、なんかそこら辺はわかんないんですよ。でそれはやっぱりこの単純なカメラを使わないとわかんないんですよね。すごいな。でもっと言うと、その写真を撮ってるんじゃなくて撮影をしてるカメラだから、あ、意外となんとでもなるじゃん。そりゃそうだよね、ローだもん。ちょっとなんかこう考え方が変わります。変わります。変わるね。変わります。はあ、それでアポ済みやめちゃって、まあやめてっていうか、まあやめてはいないんですけど、そのズミクロンだったり、あとそうだ、カールツアイス の、あの45のプラナーです、はいはい、これこういうこと言うと売れますよ。いや売れていいと思います。へえ、これあの、コンタックスの G っていう、昔やったり、それのレンズなんです。あ、それをエレメント入れてるっていうことなんだ。それをその香港かどっかのメーカーがその外装を作って、そこにあのなんていうんですか、コンバートしてるんです。あの G とか G2 の時の、そうです、あの 45、あ、よかったやつだ、それです。あ、でもこれ絞りのクリック感とかいい、いいんです。これめちゃめちゃよく映ります。 45mm だし、これもついてる。これは自分ですけど、自分です。改造好きな萩原さんらしいけど、このクリック感は素晴らしいですね、へえ。でこれ中身多分 3,4 万のレンズです。
すごくよく続きます。それはやっぱりそのピュアローを通しての話ですけど、はいはい、ピュアローを通さないとやっぱりちょっとなっていう、これもそうですけどね、ピュアローを通さないとってなるけど、ピュアローを通すともうほぼほぼ一緒ですね。へで、ニッパチ、ニッパチこっちに、うん、まあ、今2ですけど両方ともニッパチにするとアポ済みとも変わんないです。本当の外側のところは4か4半ぐらいまでしないとダメですけど、うんうん、まあ、普通に撮ってる分にはもう変わんないですね、ニッパチにすれば。これ使い分けてる理由は何かあるんですか？いや、最初これ面白くて買って、うん、でこれたまたまちょっと見つけて、うん、で 45mm ってなんかいいんじゃないっていうんで、うん、それで。でもファインダーは 50mm ですけどね。ファインダー 50mm です。だから別にいいんです、 45mm の画角があるだけで、はいはい、20mm で撮ってもいいんです。20mm のレンズつけて 50mm のファインダーでもいいんです、はいはい、全然変わる、変わんないです。その自分が考える距離であれば全然問題ないってことですね。あとは、まあ、そのトリミングするから有効画素数は変わってくるんですけ ど、その有効画素数にしてもピュアローを使えば大した差はなくなっちゃいます。革命が起きちゃいますよ、大変ですよこれは。すごいこと聞いちゃったな今日は。全然変わりますよ、本当に変わります。で結構僕の周りにいるカメラマンにはそのピュアロのあれを教えたら、はい、うん、みんな、まあ、うちに勉強しにっていうか、はいはいはい、まあ、飲みがてら来て、うん、で見せるとうわすごい、もう家帰ってすぐやりたいっていう。それでお試しで今でも多分30日ぐらいタダで使えるんで。そうなんですか。それでダウンロードしてやると、ただちょっとコンピューターの性能がそれなりにないとまずいんで、うんうん、大丈夫です、買ったばかりです。あの M1 とか M2 のチップ積んでる分には大丈夫です、うん、すもう今ちょっとなんか当たり前のことを全部、うん、なんだろう、フレッシュなものとして感じた、うん、もう感度の話でも距離の話でも当然ながらそうだよねって思ってるけども、でも実際にこの撮影をするときに確かにスクリーンを見てるし、うん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 、そのスクリーンの中の話をしてるし、うん、焦点距離やその感度な、まあ、あのローの話も それはそれ、これはこれで考えてたけども、確かに言われてみれば全部そうなりますよね。そうです、そうです、そうです、まあ、その時に一番そういうのが感じやすいカメラがライカだっただけの話ってことですね、そうですね。なるほど。それでこうです、こう基本モノクロで撮ってるんです僕。えカラーですよ、カラーですけどモニターはモノクロです。ええモニターモノクロできるんでしたっけ？あのできます。あモニターはモノクロっていうか、JPEG の設定をモノクロにしといて、それはできるのか。でも JPEG は撮らないよっていうローにしとけばローのまんまでモノクロです。要するにこれは要するにサムネイルなんで、これムービーの人がね、まあ今でも撮ってたりしますけどね、モノクロでね、あの光の輝度が分かりやすいんで、多分モノクロです、まあ、僕らの時代モノクロのプロですからね、うん、で、うん、なんでモノクロかっていうと、うん、いい加減なんですよこの後ろのカラーなんて、うん、サムネイルですし、はいはいはい、ただここに引っ張られちゃうとその現像するときにそこを基準に始めようとするんで、だモノクロで撮って、だから Q2 もミラーレスで、はい、あれですけどモノクロの画面にして撮ってます、はあ、絶句してますね。ちょっと自分の中でちょっと大変なことが起きましたねこれは。簡単ですよ、はあ、簡単。そうだから やること、まあ、なんだろうな、方法論としてはめちゃめちゃ簡単なんだけど、そこのマインドっていうか考え方に全然今まで慣れなかった、うん、やっぱりどうしても使ってるソフトウェアがね、うんうん、同じものになるから、うん、そのソフトウェアで展開するとメーカーが色をつけたものを展開してるから、うんうん、そうです。やっぱりメーカーごとにやっぱローでも色が違うよねって思ってたところはあるわけです、うんうん、ローはないです。要するに現像してないのがローですから。だからね、よく聞かれる、なんでローなのにローだったら全部一緒ですかって言われるから、いやローでも違うよっていう、うん、言ってたけど、うん、まあ、記録 RGB に記録するってことで言えば、うん、センサーが、まあ、単純に同じセンサーを使ってれば同じになるわけですよね、だからどっちかっていうとあのマイクロ
レンズ、うん、要するにあのフォトダイオードのセンサーのピッチ、うん、はいはいはい、それとレンズのコーティング、うん、そこしか多分直接的に色に関連するとかないと思いますね。レンズのコーティングはやっぱりどの、はいはい、あの波長をどうするかって話になってくるんで、まあ、あとはフィルターですかね。そのフィルターっていうとフィルターがあるやつもあるわけですよね。なんだっけ前に、あ、ローパスフィルター、ローパスフィルターのやつもね、まあ、ローパスはまあにじませて戻しての話なんであれですけど、うそうだからもうこれで十分ですね。でニッパチにするともうアポ済みとほぼ一緒になっちゃうんで、そうするとこの開放だけの差なんです。これの開放、そのあのカルツアイスのプラナーの開放と、はい、ズミクロンのリジットの開放、はい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 、あとクックってクック、100年前100年前の、うん、それの復刻版をあの中国のメーカーが作ってるんです。そうなんですか。そのクックの要するに、スピードパンクロっていう、うん、それも買ったんですけど、それの開放もまた全然違うんで、焦点距離何ミリ？50ミリです。50ミリ。もうクックの多分ね、200ミリ近辺のやつ、8倍点のやつ持ってますね。270かな、うん。すっごい好き。うん、クックは。だからそれは開放の雰囲気だけ変わって、もう絞っちゃうともうみんな一緒なんで。だその3本今ちょっと遊んでますね、まあ、開放の味をちょっと変えるために3つ持ってるけどもっていうことですね、うん、そうですそうです。でも基本はこれでいいか、まあ、こっちかこっちですかね、うん、そう、もう話多分尽きないので、もう本当に今日はありがとうございます。すごいなの面白かった。多分あの僕の昔話は別にってあれだから、いや僕の視点は、まあ、その萩庭啓太という写真、まあ、カメラマンがね、うん、まあ、どういうふうに萩庭啓太になったのかってすごい興味あったけど、それが現在の萩庭啓太の話が聞け、まあ、結びついてめちゃくちゃ面白かった、うん、だから楽になりました。まただから、あ、まだこれから写真上手くなるんだなと思って、アポ済みはやっぱりどこまで行ってもアポ済みは素晴らしいんですけど、うん、開放からつまらないです。うん、あの全然面白みのないレンズなんで、ただ仕事をするときにはこう前面にバシッとくるんで、うん、それはすごくいいんですけど、でもそれもそのピュアローっていうソフトが入ったらそんなにアドバンテージがあるかっていうとあんまりもうないかなっていう、はい、うん、ピュアローちょっと萩原さん書いたらすぐ入れてみます、はい、面白いと思う、面白いっていうか考え方変わりますね。でやっぱりあのデジタルカメラってみんな言うんですけど、デジタルフィルムなんで、デジタルカメラじゃないです。別にここモザイクになってるわけでも何でもないんで、はいはい、ここまではみんな一緒で、センサーがデジタルになってる、でそのデジタルになってるセンサーとそれとその現像するソフトのそこを勉強しないとなんかダメなんだなって、うんうん、だからフィルムを撮ってたカメラマンの人の方が難しいと思います、うん、あのフィルムをデジタルに変わったんだよねっていうものの考え方をするんで、うん、これ現代アートの人も同じこと言って、うん、違う、うん、全然違うもんだっていうことの認識を、うんうん、そうです、我々はしてこなかったっていう、うんうん、本当はその時点で違うもんだっていう認識をみんな持つべきだったのに、うんうん、ずるずると引っ張ってきたせいでもうごちゃごちゃになっちゃったよねっていう話になってましたね、うんうんうん、そうです。だから本当にそのデジタルフィルムになったんだからデジタル現像の勉強をした方がいいですね。このカメラの勉強はそんなにする必要ないですね、レンズの勉強ということで、ね、萩庭さんのじゃあそれぜひ、教室というか、あ、 M 型教習所ですか、 M 型教習所のやる情報教えてください。あ、それはそうですね、はい、あのその都度その都度じゃあ、はい、ぜひ。あと僕あの今日なんか自分の写真とか何も持ってきてなかったんですけど、はい、あの Your Eyes Only っていう、うん、あのサイト、はい、僕のホームページの中に入ってるんですけど、はいはい、その Your Eyes Only っていうのを見てもらうと面白いと思います。じゃあぜひそれもリンクに貼っておきますので、はいはい、さあ今
ガラッと頭の中が変わってしまったので本当に今日ありがとうございました。いえいえ、すいません、ありがとうございました。いやすごいわ、すごいわ、めっちゃ面白いわ、これはすごい、本当にうまい。あの常識みたいなもんだと思ってたけど、まあ、常識じゃないわ、まあ、本来はそうだったんだろうけど、いやいや世間はそういうもんじゃなくてねっていうところちょっとあったなって気がしますね。